はい、下池山古墳でございます。全長は約何メートルだ、125メートルだから。こんなんです。池があるんですよね。うわぁ、すごいよこれ。金魚がものすごい。うわぁ、すごいよ。真っ赤かになってるね。金魚先生どうも。赤い、赤い、赤い。うわぁ、すごいすごい。あの向こうも。ちょっと数は数えられんぐらい数いますね。おお、雨降ってあんのかい。これね、航空写真で綺麗なんだけど、ちょっとはね、この辺はね、古墳が点在してるんでね、この周りだけでも、ね、5、6個あるね。高さもそこそこあるとこやね。水面から4、5メーター、4、5メーターな。おお、こんなんでね、こんなんでね。で、前方後円墳になってるのかこれ。こんな感じやね。あ、横も池になってる。だいぶね、これは工夫されてるって書いてあるんでね。池を作るために、ね、工夫したかもしれませんね。はい、こんなんです。おお、結構高いね、これ。こっちが円墳みたいな感じやね。ハニバーは穴硬いだよね、何にも。おお、これは大きいわ。下から10メートルぐらいかもしれない。水面からね、ここは分からへんの。なんだこれは。コンクリみたいやね、これ。これは関係なさそうやね。コンクリですよ、これ。これ、ほら。こんなんです。風が強いけどね。上がれたんでね。それでもね、古墳の方がちょっとね、ちょっと細いんだけどね。やっぱ削られたかな。ちょっと細すぎるね。いやいや、これいいね。ここから眺めるだけでもね、5、6個は見えるね、古墳が。はい、降りましょうか。はい、ありがとうございます。おお、ここにもイノシシが来てるみたいかな。違うか。おお、おお、おお、大変やわ、降りるの。登るよりも大変やね。はいはい、はい、よいしょ。こんなんだ、いける。はいはい、いやいや、これね、ちょっとね、ちょっと狭いんですわ。興奮の方がね、なんか、どうやったっけ。前方後円墳だよね。
卑弥呼の墓、箸墓古墳がね、狭いんでね、古墳の方がね、横幅がないんだけど、それにしても狭いな、これだいぶ削ったのかもしれないね。もうちょっと欲しいとこやな、あの英墳を見るとね、あの英墳の大きさやったらね、もうちょっと墓がね、欲しいところやけどね。この全部こういうふうでしょうね。いやいや、いいの見せてもらいました。あっこもほら、あっこにもね、古墳がね、1個、2個、ほら、大和神社やったかな。あの上が古墳みたいな1個と、あの上が平大天皇皇后陵が1個だろう。これ見えるだけでも1、2、3、4、5個ぐらい見えるね、やっぱり。そんなんですわ。はい。ちょっとね、下りがヘッピー腰になってるんやけど、横すぎるんでね。よし、はいはい。こんなんです。いやいや。ね、ほんまに、そうそうやけどね。